甲子園でベスト4に輝いた1年生時からレギュラーのスーパーショートと、野球大好き草野球人シュピザルがノックバトル。以前弾丸ライナーズにも出ていただいた武大翔さん、桐光学園から早稲田大学に進んでおり、1年時に甲子園出場ベスト4まで行き、松井裕樹選手の後ろを守り、現在は内野コーディネートとして守備を教えているお方。そんな武さんと太田スタジアムで先日遭遇して一緒に練習をしました。公式でノックを一緒に受けさせていただいたんです。ということでセカンドでノック受けましたので、そちらをご覧ください。はい、公式より下でグラブを下げて待つ意識です。セカンドというポジションもあるので、待って捕球して跳ねない速い打球に備える意識。いいね。海星君が出る。ちなみに先日から訪れているこのサンホールディングスの練習、なぜここにキムカズさんやタケ君がいるかというと、そこには坂本監督のこんな考えがありました。いや、新しいことをしたいっていうか、はい、なんか野球界って閉鎖的じゃないですか。そうですね、閉鎖的とか、なんか社会人は社会人、うん、高校は高校、大学大学で、まあ、年齢がね、各々分かれてるんで、こうちょっと壁がありますよね。そういうの今日もその臨時コーチとかで、はい、守備は武君、なんかプロに行ってないからとか社会人やってないからとかじゃなくて、普通に僕が見て、あ、うまいなとか面白いなとか思ったり、正解なんかないから、そういうのもいろんな人を知識を吸収して、選手にはあこういうのもある、全部聞けっていうのは言ってない、はい、選手にもどんどん聞いていて、今日いろいろ聞いてくれてる、そういうのいいかなって。確かに、そう、坂本監督は自分がうまい面白いと思えば、それは元プロでも草野球人でも全く関係ないということで、この日武君やキムカズさんが臨時守備コーチとして指導をしていたわけです。さらに臨時打撃コーチには奈良さんが来ていました。特産 TV にも何回か出演していただいたことありますが、法政から NTT 西日本、そして独立リーグを渡り歩いた男、2020年には BC リーグ最短打にも輝いておりました。経歴関係なくいいと思ったことはどんどん取り入れていこう、そんなチームのスタイルが伺えるような方針となっております。ということで引き続きノックご覧ください。はい、こちら待ってしまいがちなポジションであるセカンドなんですが、武君の指導を聞いてたら、まず逆シングルで合わせに行って、次に余裕があれば正面のシングル、そしてさらにタイミング完璧なら割って捕球すると、常に次の送球を考えてプレーしているようでした。これは勉強になるなと思いました。というわけでノック終了でございます。非常に勉強になる楽しいノックでございました。ちなみに
私今シーズンアッパレでセカンドに着くことが多々あります。コンバートということではなくてですね、各選手のユーティリティ性の強化ということで、まあ、タジさんがファースト入ったりなどなど、いろんなポジションをやろうという取り組みをしております。ただやるからにはセカンドでも素晴らしいプレーをしたいということで、この日タケ君たちから見て学んだプレーもどんどんやっていきたいと思いました。さらに我々と一緒にノックを受けていたサンホールディングスのこちらの選手、熱隼人投手、日本文理高校出身の18歳でございます。現在投手と内野手の二刀流に取り組んでいるとのこと。ただ高校まではキャッチャーだったらしいんですが、身体能力そして肩の強さからピッチャーをやらせていると監督が言っておりました。うわー、ナイスボール。内野では現在セカンドを練習しているとのことなんですが、はい、このようにやはりピッチャーをやっているだけあって素晴らしい送球でございます。この切り返しのプレーも非常に力強いボール来ておりました。ただまだまだということで基礎動作を繰り返し今は固めている状態とのことです。野村 ID 野球をコーチとして支えた渡辺進ヘッドコーチも付きっきりで指導をして目をかけて期待しているということでした。ということで3夜にわたってお届けしたサンホールディングス公式野球部、現状決して強豪とは言えない社会人チームかもしれません。しかしここからチームの躍進に期待しています。私応援しております。今回は本当にありがとうございました。